どうも、ふみです。今回はですね、一つ、お知らせがあります。この度ですね、カンゴールリワードさんとコラボします。はい、皆さんね、もうきっと知ってるブランドだと思うんですが、ね、カンガルーのロゴはね、特徴的なブランドですね。結構ね、ストリートファッションとか好きなね、方だったら、もう何点かすでにね、そういう服とかね、持ってる方もね、いらっしゃると思うんですが、今回ね、そのツイッターの方で、カンゴールリワードさんから、コラボしませんかっていうね、お声をいただきまして、今回ね、コラボさせていただくことになりました。でね、今ね、僕の東京に行ったね、川崎ミューザだったり、有明だったりね、あとなんだろう、あれか、音痴なピアノか、下北のね、動画とかいっぱい上がってると思うんですが、今回ね、東京に行った理由が、そのカンゴールリワードさんの、撮影のために行きまして、その撮影のためにね、もう東京に行くってぐらいね、本当に楽しみで、ね、撮影もすごく楽しませてもらいました。でね、先ほどね、こちらね、じゃん。サンプルがね、届きました。めちゃめちゃ嬉しいですね、もう。これちょっと、今から着たいんですが、その前にね、こちらの、販売期限っていうか、日時っていうか、基本的に受注販売なんですが、生産数に上限がありまして、もう現時点でね、昨日っていうか、7月の10日の、17時からね、受注販売開始してるんですが、もうすでにね、5色展開なんですが、そのうちの2色が、の、XXL サイズがもうすでに売り切れってなってる状態なので、まあ、なるべくね、早くこの動画をね、出そうと思って今撮っています。で、戻りますが、7月の10日から8月の18だっけな。で、受注販売しているようです。で、今回はね、ロンティーをね、選ばさせていただきました。まあ、今から受注販売して、届くのがね、秋ぐらいになると思うので、まあ、季節的にもね、ちょうどいいのかなって思っています。まあ、あくまでね、道民の感覚なので、まだ秋でもね、暑いよっていうね、方は多いかもしれませんが、まあそこはね、まあお許しください。で、こちらのね、詳細、販売 URL は、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらね、そちらの方をね、見ていただければ幸いです。実際にちょっとこれ開けていきましょうか。ね。もう楽しみでしょうがないのよ。よし。いきますよ。じゃーん。ね。5色。はい。で、先ほども言ったんですが、今回はね、5色ね、用意させていただきました。でね、色もね、自分で決めていいよってことでね、すごく迷ったんですけど、僕って普段ね、こういった黒を基調としたね、その女性受け悪いね、シャツをね、着ていることが多いんですが、まあだからね、やっぱり黒はね、マストかなって思って、まず黒ですね。で、普段ね、僕が着ているような色、黒以外ってなると、やっぱ白かなと思って、白をね、選びました。はい。で、もうね、もう色のバリエーションなさすぎて、僕。この時点でもう、あと3色どうしようと思って、色自体はね、本当に、まあ、十何色もあったんですけど、もうここで僕はもうね、詰まりましたね、一回。で、考えたのが、やっぱり黒に近くて、やっぱり黒ってすごくなんか暗いイメージっていうか、もう僕を見ればね、一目瞭然だと思うんですが、その黒はちょっと暗すぎるなって方のために、黒に近いと暗めの色ってことで、今回ネイビーをね、選択しました。はい。で、それとね、全く同じような理由で、ちょっと白はね、着にくいかなって方のために、まあ、白に近い色を考えた時に、このね、ナチュラルっていうね、色をね、選びました。これめっちゃ可愛いですね。クリーム色かな？はい。で、ここでね、また僕はね、積みました。あと1色どうしようと思って。まあ、黒系統の色2色、白系統の色2色ってきたら、最後1色ぐらいはね、なんか、色付きのね、ものをね、選ぼうって思いまして。で、最後に選んだのがこちらですね。赤、レッドになります。ね。ザ・赤って感じ。はい。で、こちらのね、5色を、選びました。でね、僕がこの着ている、なんて言うんでしょう。まあ、モデルっていうのかな。
うん、なんかこんなんがモデルで本当に申し訳ないんですが、でまあ男性モデルはその僕が着てて、あと女性モデルがね、その全然僕女性はできないのでね、ちゃんと男の子ですから、女性モデルをね、の着替えイメージもその、詳細に載っていますので、よかったらそちらの方をね確認していただければと思います。でもう一つ、今回ねロゴをね自分で考えていいよ、自分で作っていいよっていうね、ことをいただきまして、まあ、多分ね画像出てると思うんですが、自分で考えたのがこれで、出てるかな、うん出てるはず。それをねそのカンゴールリワードさんが汲み取ってくれまして、忠実にね再現してくれたのがこちらですね、うん、今その撮ってる段階だからわからないんだけど後で足しときます。すごくないですか、めちゃめちゃ可愛くないですか。はい、自分でデザインしといてね、めちゃめちゃ自画自賛で、まあ、鬱陶しいって思われるかもしれませんが、本当にね可愛く仕上げていただいて、まあ、実際にねシャツのちょっと見ていただきましょうか。こんな感じですね、シンプルなデザインですごくね可愛くないですか。今回はねなるべく、多くの方にねまあ着てもらいたいってことで、なるべくシンプルなデザインにしようと思って、全てねこの左胸のところにこのロゴ、今回僕がデザインしたロゴがね全部入っています。あとはもう裏もね無地のやつで、すごくね着やすいのかなって思います。深井もこれ全部着ようと思ったけど、この着がイメージっていうのが詳細にあったのでちょっとそれ一個一個貼ってていいですかね。うん、これ黒ですね。うん、まあ、着がイメージはこんな感じになっていますが、そうやっぱね黒が一番好きですね僕は。うん、うん、もう今もね見てもらったらわかるんですがね、この黒を基調としたね、まあ、完全に女受け悪そうなシャツに、まあ、黒のねパンツに黒の、靴下ね、本当にもう変えれないですよね自分のファッションって。うん、普段こういったねガラッガラのシャツを着てるので、なかなかねこういった無地のシャツはあまり着ないんですが、普段着にもね全然使えるすごくねいいシャツですね。うん、すいません語彙力がねなさすぎてね悲しくなりますが、はい、こちらね黒です。次ねこちらね白ですね、白ね、うん、まあ、白も白でねもうすごく可愛いですね。もう可愛いとしか言ってないから本当にね語彙力なくて申し訳ないんですが、まあぜひねカレーうどんとかねミートソーススパゲッティとかね食べるときは気をつけてほしいとねもう強く思いますね。うん、でこちらねネイビーはねこのロゴがね赤色ですごく可愛いですね。うんお前可愛いしか言えないのかってね思われがちですがね、もうあとね2回可愛いが残ってるのでね、皆さんお楽しみにお待ちください。はいね、はい、ネイビーです。で次ねこちらですね、うん、ナチュラルですね、まあ、クリーム色、うん、まあねいろんな呼び方ありますが、はい、今ね可愛い以外の言葉をね選ぼうと思ってね、まあ、かれこれね3時間ぐらい悩んでるんですが、出なかったので、ね、割愛させていただきますね、こちらもねすごく、うん、いいですね。うん、最後ねこちらですね、はい、レッド赤ですね。うん、もう本当に僕赤一色のものを着たっていうのが、例えばなんだろう、中高のさ学祭のクラス T シャツとかも含めても赤一色のトップスを着たっていうのが本当に小学校ぶりぐらいで、僕のね着眼イメージを見てね皆さんも鼻で笑ってるかもしれませんが、本当に挑戦しましたね。どうでしょうか、これ着てね街の中歩いたらもう一発でわかりますよ。うん、もう僕がね見かけたらもう3秒で声かけに行きます。はい、ね、よかったらね赤の方も皆さん手に取ってみてください。はい、こちらね5色ね用意いたしました。でもちろんね僕本業はもうピアニストでもなくモデルでもなくね大学生、普通のね大学生ですから、撮影もねぎこちなくてね、カンゴールリワードさんにはねたくさんご迷惑をねおかけしたかもしれませんが、すごくね楽しかったです。もうすでにね本当に多くの方がねもう注文したよっていうねツイートとかねたくさん、見させていただいております。本当にありがとうございます。もしかしたらね、もしかしたらもうなくなっちゃうねかもしれないから、そうなる前にね、ぜひね、見ていただければ幸いです。ね、その詳細のページには、僕の
その撮影風景の、なんて言うんでしょう、ビデオっていうか、なんかめちゃめちゃ恥ずかしいね、あの、カンゴルリワードさん公式から出てるね、動画とかもあるらしいのでね、よかったら、まあ、見ていただければね、幸いです。そのね、動画の中でも言ってるんですけど、その、あなたにとってリワードとはっていうね、質問が、その、言われるんですよ。うん。で、まあ、リワードっていう、まあ、いわゆる報酬っていう意味がありまして、で、僕にとっての報酬は何かって言われて、めっちゃ考えたんだけど、音楽って言いました。うん。どう？キモいでしょ？うん。自分でも思う。うん。まあ、やっぱりね、なんか試験期間とかさ、勉強ばっかしてるときに自分への息抜き、ご褒美っていうのはやっぱりピアノとかになってくるので、まあ、自分へのご褒美は音楽なのかなって思って、めっちゃね、キモい回答してるので、皆さんよかったらそちらの動画もね、見ていただければね、幸いです。それではね、今回はカンゴールリワードさんとね、コラボさせていただきましたよっていうね、動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。またね。